リベラル野党は現実に疎い、ジェンダー平等や笛みを嫌う人が増え、電通総研の男らしさに関する意識調査は昨年8から9月、全国の18から70歳の男性3000人を対象にインターネットで実施、年代別に回答を比較した、女性に対する考え方を4段階で尋ねたところ、 フェミニストが嫌いだについてそう思うを選んだ若年層は約43%、性創年層が約39%、高齢層が約32%と若い世代ほど高かった。女性活躍を推進するような施策を支持は若年層が約63%、性創年層約62%に対し、 高齢層が約79%と中高年が若い世代を大きく上回る。最近は男性の方が女性より生きづらくなっていると思う若く年代とも半数が賛同した。徴兵義務がある韓国でも同様とある。国際キリスト教大を拠点にジェンダー平等などの社会課題に取り組む学生団体ボイスアップジャパン ICU 支部の服部翼さん、19、は、 僕自身も以前はフェミニストが嫌いでした。僕たちの持っているものを奪おうとする考えだと思っていたから、嫌いは奪われることへの不安だと思うと話す。ジェンダー平等が提唱される中で育った世代、性別役割分業意識が薄れていく社会の流れは自然に受け入れているという。 マジョリティ男性にとって真っ当さとは何かを表した評論家の杉田俊介氏、46、は女性も含め若い世代は、誰かを否定したりされたりすることを嫌う傾向があると指摘する。特に男性の場合、男であるだけで悪とひ括くりに非難されていると感じる場面が多いと語る。男性の中にある迷いや複雑な気持ちを全否定するのでなく、 そこに丁寧にアプローチした上で、男性特権や男性の加害性について共に考えていくという二階建ての構造が必要なのではないかと提案する。女性活躍社会は安っぽいイデオロギー命題ではないのだと思う。フェミニズムを歪めて脅しの手段に使っているかとも思う。だが、リベラルを標榜する共産党や左派系野党は揃ってジェンダー平等を実現し、 女性の社会発言や進出を公平に扱え、それが遅れているのは伝統保守にしがみつく更新性が悪だと顔を歪めて批判して使命を果たしたと思っているように感じる。有名女性学者らの絶法は品格もなく同性からも嫌われる。多くの恩賢な男女はギスギスした言動にげんなりしていた。そんな現実もろくに調べず舞い上がって、 衆院選で惨敗したのだと思う。天も開会所にしてもらさず、お聞きいただき感謝申し上げます。